LGBTQ の Q、クイアのマコネです。今日の最大の問題はこれ。私の布団からすぐなんです。悪魔の城が。これが私にとって今一番の問題点かもしれません。そんなわけで、今週も16時間断食。この16時間断食7週目はどうなったか。そして、今日も反省会です。いつも通り今週の経過発表と、良かったところ、ダメだったところを話しながら、最後に来週の課題をお話していこうと思います。じゃあ早速今週のデータからお見せしていきます。まずね、今週っていうよりもちょっと2週間ぐらい前の、2023年3月9日の体重と体脂肪率のデータをご覧ください。赤い枠の中なんですけども、104.05 キロありました。2週間ぐらい前ですね。そして体脂肪率が 31.9% でした。これ後でね、ちょっと重要になってくるので、ちょっとね、頭の片隅に、今週よりも、今週の最後よりも、2キロぐらい、太ってたんだなと思っててくれれば問題ありません。で、次に、今週の、昨日ですね、昨日の最後が、2023年3月16日が、102.7 キロで、体脂肪率が 32.9%。つまり、2週間前よりは、2キロぐらい、2キロ、1.5 ぐらいかな、落ちて、そして、体脂肪率は 1% ぐらい上がってるよっていうことなんです。これだけ見ると、体重落ってるじゃん、でも体脂肪率上がってるね、みたいなだけの話なんだけど、問題はそんなに小さくないってことに最近気づいたんです。それについて、今日はちょっとね、お話していこうと思っています。で、できれば来週から次のデータも一緒に入れていこうと思うんですが、これ結構ね、作るの手間なので、何週間かこれ続けた後に、もっと簡略して発信できるようにしたいと思ってます。そんなわけで次行きましょう。注目するところは、左側が2週間前、右側が、昨日っていうことで、右と左にね、資料分かれてて、左側、が何が書いてあるかというと、私、思ったんですよ。体重って、水分も入ってるし、いろんなものが体の組織の中にいっぱいあって、栄養素もあれば、うんちもあるし、おしっこもあるしね。だって、おしっこしたりうんちし、ちょっとね、頑張ってドバドバってやっちゃったら、体重なんかあっという間に 0. いくつぐらい違ってきるじゃないですか。私だけ？いや、そんなことないね。来るじゃないですか。だから、体重をそれほど気にしても、大した問題じゃないなと思ってるのを、もともと体脂肪率が重要だと思ってたから。でも、体脂肪率だけ見てると、体重が減ってるのに体脂肪率が、上がったり下がったりって、ちょっと私もね、なんか、これは何だろうと思ってたの。そこで、体重における体脂肪率をかけて、実際の脂肪の重さを計算してみた。これが一番下に書いてある、33.2 とかなんだけど、これを見るとね、左の1週間前は私の脂肪量は 33.2 キロだったに対して、昨日はね、33.8 キロだった。つまりね、この2週間で私は、600グラム太ってるの。体重はね、確かに落ってるけども、体脂肪率は増えてるの。それを、気づいたんだ。でね、一番最初に体重じゃなくて16時間ダイエット始めた頃のと計算すると、5キロぐらいは体脂肪率落ってるの。てか脂肪量落ってるんだよ。それってすごいと思わない？私ね、これはすごいと思う。だって、全体で30から40ぐらいしか、40ぐらいの体重のうちの、5キロぐらいだから、何パーセント ?20% ぐらい。まあ、ちょっとね、パッと計算できなかったけど、まあ、それくらいは、この、1ヶ月ちょっとで落ちたってことよね。そう。で、これゼロを目指してるんじゃなくて、17% くらいを目指してるから、まあ、目標の死亡量はどれくらいかっていうのは、ちょっとまた計算してないけど、まあ、順調。ただ、今後2週間に関しては、太った、もう一回、この2週間私は太りました。うん。太った。まあその原因が何かについてちょっと調べていきたいと思います。じゃじゃん。これ、わかりますか？ちょっと何日か忘れたけど、ショートムービーの方で懺悔してます。大問題というか、まあお話していくと、まあ、この一番上にある3つのね、某コンビニの、私の中の最大の敵、某コンビニの、新商品と、私の好きな、ドーナツ、チョリソーのドーナツですね。そうなんですけども、まあね、これ、ちょっとね、本当に言ったかな、まあ、水曜日ぐらいだと思ったんだけど、私ね、ちょいちょい、私の一日の最後の16時間断食した後前の夕ご飯というかお昼ご飯は、お昼の11時から12時ぐらいなのよ。だから12時ぐらいからは、まあ確実に16時間断食を始めるっていう風にしてるんだけど、そう。まあ日によってね、もう帰ってきたらお腹減っちゃってさ、まあ最近特にそうなんだけど、もう帰ってきたらもうさっさとご飯作って食べちゃうって感じで、まあ早いと10時半ぐらいにはもうご飯食べ終わってる時があるのよ。そうするとさ、なんかさ、甘いの食べたくなっちゃうのね。うん。それで、ちょく、この一番上のね、チョリソーのやつを買ってきて食べちゃうっていう癖が、まあ週1回2回ぐらい、ここ2週間ぐらい続いてるのよ。そう。まあね、それで、まあ、この日も行っちゃったの。まあ、それでも一応ね、血糖値じゃなくて、血糖値じゃないや、糖が入りまくってる。食べれば一発で血糖値上がりますよ、みたいな、ドーナツとか菓子パンとかはさ、まあもちろん空腹時にね、食べるわけいかないじゃん。16時間断食はさ、もう16時間空腹の後に食べる食事がさ、やっぱり血糖値を爆上がりさせてしまうわけに、一番最初に食べる食事って、まあ特に私も気を使ってるよ。気を使ってる。うん。そう。それだけに、まあ、私は、全部の食事が終わった最後にね、まあ、野菜中心のさ、お味噌汁で、お腹の中が満腹で、胃の粘膜もタンパク質とかで、覆われてるような状態での、まあ、チョリソーぐらいは、まあ、たまには、まあ、心のダイエットじゃなくて、心の西洋ってことで、まあ、いいんじゃないかなっては思っていた。うん。いや、でもそれは思ってる。うん。実際に、チョリソーを食べたからって、次の日のね、データにものすごく反映してるっていうわけではない。まあ、どれくらい反映してるかもちょっと、そこまで測定できないけどね。でも、この日の問題は、そんなことじゃなかったの。この日の問題は、行ったら、新商品のさ、私がちょっと興味そそれそうなね、その、4つ入りのさ、パンのシリーズあるじゃん？某コンビニに。私ね、あれにね、なんか、シンパシーを感じるのよ。そしたらさ、新商品っていうのは、まあ、パパって2つあったわけ。しかも、大好きなさ、メープルシロップのやつに、大好きなさ、シナモンのやつにさ、もう、私の顔を見ながら、買わないのって顔してるんだよ。シナモンもメープルシロップのやつも。まあ、どうしようって悩んで、まあそこでね、コンビニのレジの前のさ、パンコーナーのところでさ、私あれ、2分ぐらい悩んでたよ。どうしようかなって。そう、チョリソーに会いに来ただけなのに、新商品が私を睨んでると思ってね。まあ2分ぐらい悩んだ挙句、まあ私はね、まあ、まとめて全部買っちゃった。で、まあ、3袋あって4個ずつ入ってるから、まあ2個ずつ毎日食べれば1週間ぐらいは持つだろうなと思って、もう、もうそれだったら、まあいいだろうと思って、買って、そうなんだけどね。まあ、帰ってね、パソコンを開きながら、ちょっとね、別のね、まあ、写真家なので、新作の写真集のちょっと調整なんかをしていたときに、なんか、いつの間にかチョリソに手が伸び、で、気がついたら、4個とも食べちゃったの。だって2個ずつ食べて、1週間持たせようと思ったのが4個食べちゃった。まあ、1袋ね。そうしたらね、なんかもう、私の、インスリンちゃんなのかな、肝臓ちゃんかちょっとわかんないけど、食べなさい欲求を出しまくっちゃって、気がついたら、3袋、12個、全部食べちゃった。うん。もう、発作的に。で、こいつらね、まあ、チョイソーくんがね、実は、150キロカロリー、1個150キロカロリー。だから、600キロカロリーか、みんなで。うん。で、他のやつも、メープルシロップちゃんがね、ちょっと低くて、120キロカロリーで、まあ、4個で500キロカロリー。で、シナモンちゃんがその半分ぐらいで、まあ、550キロカロリーくらいかな。そう。となるとさ、この3つ12個で、まあ、1500キロカロリーあるのよ。まあ、それをね、まあ、食後で、まあ、予防こそね、血糖値が上がる予防こそしてたにしても、これはね、やらかしちゃった。でもさ、以前の私は、まあ、これくらいちょろっと食べて、そのままお酒飲んで、ペロンペロンになって、酔っ払ったまま寝るっていうのを、もうずっと、ここ3年ぐらい続けてたのよ。まあ、毎日じゃないにしろ。そう思うと、まあ、ね、太ったのもまあわかんないでもないよね。で、まあ、この日は、まあ、勢いよく、食後の1500キロカロリーを摂取しまして、まあ、後悔こそしても、まあ、食べちゃったものはしょうがないと思い、まあ、そっからね、まあ、頑張って挽回するしかないと思い、がむしゃらにさ、やらなきゃいけないこと、やろうと思ってることをやり始めたの。結果的に寝る時間が遅くなっちゃったっていうのは、まあ、後でご紹介するけどさ。うん。まあ、その中でね、私にとってのやっぱり一番の問題は、最短、布団から出てね、5分以内っていうことなのよ。コンビニが。私の布団で寝てて、まあお腹減ったなと思って立ち上がり、ちょっとまだ寒いから上着を着、で、靴履いて、どこ、玄関を出て、エレベーターで、うち9階だから9階から降りて、くるっと右回りで歩きながら、パンコーナーに行き、チョリソちゃんを手に入れて、レジに並んで会計が終わるまでに大体5分ぐらい。もしかしたら5分はちょっといいかもしれないけど、まあ5分あれば、お布団からコンビニまでは到着する。うん。まあそれくらいの距離なんよ。そう。それがね、私にとっての、まあもちろんね、それが良くて今住んでるところにしたんだけど、今となっては、まあ、お財布の中も軽くなるし、そう、まあいろんな意味で、コンビニが近いっていうのは、まあ、問題だなって今は思ってる。かといって、まあ、引っ越す余裕があるわけじゃないけどね。でも、私はこの資料を作りながら、もう一つ大きな私自身の致命的な問題を見つけたの。それがね、これよ。これ。このね、マークとかシールを見ると、私の中のね、なんだっけ、アセロレミじゃねえや。あれ忘れた。まあ、そうやって興奮する物質があるじゃん。そう。興奮する物質が、まあ、バーって出てきて、まあ、なんかね、おかしくなっちゃうの。やっぱね、新商品ってマークを見ると、特にコンビニなんかで見ると、なんかもう、心がワクワクしちゃって、なんか、無意識のうちに手を伸ばしちゃうこともよくある。で、まあ、コンビニには、ではあんまりね、私のね、裏のコンビニではあんまり見ないけど、まあ、場所によっては 30% オフとか半額とか貼ってある時もあるじゃん。そう、あるのよ。特にスーパー。うん、私のね、16時間ダイエットじゃなくて、ダイエットウォークのその途中に、まあ、大きいね、スーパーが、長岡の中でもね、大きいスーパーがあるんだけど、まあ、そこに寄っちゃうと、まあね、私ね、そこのスーパー朝9時からなのよ。で、私が着くのがだいたい9時15分ぐらいなのよ。そうするとね、前日の30%オフとか半額とかってコーナーがあって、そう、まあそこを、通る気はないのに通っちゃってる。で、見る気はないのに目に入っちゃってる。そうするとね、今日は卵だけ買い来たはずなのに、卵コーナーに行く前に、カゴが重くなってるみたいな。まあ、私はカーゴ使わないでカゴを持っていく方なのね。うん。そう、その方が重さを感じるからさ、お金があんまり出ていかないような気がして。まあ、それでもね、新商品じゃなくてね、30% オフとかね、半額ってシールを見ると、もうどうしてもね、いらないのに買っちゃうの。ここ大事よね。いらないのに買っちゃうのよ。冷蔵庫入らないじゃんっていうのに買っちゃうの。で、入らないからその日のうちに食べちゃうの。これはいけないよね。私にとってのね、大問題は、まあまあ、大前提とした、私悪くないよ。だって、コンビニのね、パンがね、食べてって言ってるんだもん。私関係ない。そう、私は答えてあげてるだけ。善意だよ、善意。そう。でも、まあ、私の部屋からコンビニが近いっていうのは、やっぱりね、問題かなと思ってる。でも、それよりもね、コンビニが悪いっていうよりも、やっぱりね、コンビニってさ、新商品すごくいっぱい出るじゃん。私もね、実はコンビニでバイトしたことがあるんだけど、やっぱね、週1回、カップラーメンだと週1回とか、まあ、それ以外の、どれもやっぱ週1回か週2回には新商品が出てる感じなんだよね。そう。まあ思えばさ、昔コンビニでバイトした時も、まあ廃品を食べていいよって言ってくれるさ、まあ、お店から持ち出さないでお店の中でバックヤードを食べてる分には廃品食べていいよって言ってるさ、オーナーさんでさ、まあ、もう本当、ブクブク取ったね、あの時も。うん。まあ、その結果ね、筋トレ中止のダイエットをしようってことになったんだけどさ。まあそんなわけでね、まあコンビニも、まあ近くにあるってのは、それは問題よ。問題。うん。まあ、私頻繁に行くからさ、うちでバイトしないってよく言われるんだけど、もうね、また太るとまずいと思って、まあ、コンビニではバイトしない。うん。で、それよりも問題は、まあ、新商品は新商品。新商品ってこのラベルが悪い。うん。もう新商品っていうラベルを貼るの禁止にした方がいい。そう。世の中の肥満症の問題のために。そう。で、30% オフ、半額。そう。30% オフとか半額で売ることができるんだったら、最初からその値段にしろって。もう、今だけは言わして。全部が 30% オフとか半額だったら、まあ、そんな値札にごまかされることないけど、まあね、まあね、まあ、それはね、いろんな仕組みがありますから、まあ仕方ない。まあ、そんなわけですね。私の問題はね、私も問題は、今日の検証はね、問題ない、私は。そう。私は、残った商品を買ってあげてるだけ。新商品のレビューをしてあげてるだけ。そんなわけですね。今日の反省が悪いじゃなくて、まあ、前回ね、睡眠のお話したので、まあ、今回も睡眠の話ちょっと触れていきます。あれ、ちょっと編集の都合で、数秒くらい空間が空いちゃったけど、まあ許して。切って貼り付けの、ちょっと微妙にめんどくさいから、ごまかしちゃった。で、これが、今週の睡眠度なんだけど、まあ最初は良かったんだけど、まあ先週の反省が生かされて、まあ最初は良かったんだけど、バッと落ちてきちゃった。というのは、ようやく YouTube の発信体制が、まあ、固まりつつあって、ポッドキャスト中心にやっていくってことにし、今まで取りためてたやつとかが結構いっぱいあってさ、まあ、それをね、一気にとりあえず上げるだけ上げてしまおうっていうのが、今週と、まあ、来週、再来週ぐらいまでの私の中の自分でやりたいミッションなのよ。まあ、そんなことをしてると、やっぱね、時間がなくて、睡眠時間が押しちゃうっていうのは、まあ、正直なところ。そう。で、まあ、だだっと追ってきたんだけど、まあね、先週の反省が生かされてないっちゃ生かされてないんだけど、まあ、今日どうしてもやらなきゃいけないってこと以外は、まあ、翌日回していいのかなってもうちょっと軽い気持ちじゃないと、まあ、睡眠の改善は今できないなと思ってるの。だから、まあ、今日からはね、もうちょっと、明日でいいじゃんっていう楽な気持ちに持っていこうと思ってます。で、まあ、規則性についてもね、寝る時間が問題。やっぱお布団に入ってからね、最近ね、やっぱお布団に入ってからね、すぐ寝れるの。そう、すぐ眠れるようにはなったんだけど、お布団に入ってから、お布団に入る時間が大体遅いんだよ。そう。うん。まあなんかね、意識してるわけじゃないけど、まあ5時まで寝ればなんて思っちゃってる自分がいるのも事実。で、起きる時間はね、なぜか安定してきて、夜のね、10時半ぐらいには、まあ、目が覚めると。アラームが鳴る前に目が覚めるみたいな。そう。まあ、このアプリね、睡眠の深さに応じて、睡眠が浅い時にアラーム鳴らしてくれるようになってるから、まあ、割合とさっと起きれるんだけどさ、うん。やっぱそのアラーム鳴る前に目が覚めちゃったりって、まあ、ね、起きるっていうことに関しては体が慣れてきたのかな。だから寝るっていうことをもうちょっとね、寝る時間っていうのをもうちょっと真剣にちょっと取り組んでいかなきゃいけないなと思うんだけど、まあ、ここまでやってしまえば、もうちょっとね、いろんなクオリティを高めていくのに時間が割けると思うと、まあ、早く、溜まってるところをアップしてしまいたいなっていうのが本音でさ、まあ、もうちょっと、睡眠時間の問題は、まあ、来週いっぱいぐらいは、ちょっと目をつぶるしかないな、なんて思ってるかな、正直なところ。まあ、そんなわけで、来週の課題っていうことになっていくんだけど、まあ、来週の課題は、そう、来週の課題っていうよりも、永遠の、もうね、私が、これからの人生の中で、永遠の課題だと思うな。そう、やっぱりこれだよ。悪魔城には近づかない。もうこれしかない。だって、近くにあるのは仕方ないもん。歩けばさ、まあ田舎だってそうよ。東京、都会もそうだけど、都会はさ、ほんともうさ、目に触れる範囲にコンビニいっぱいあったりするじゃん？悪魔城が。そう。でも、まあ、田舎だって、車だったら、まあ、5分も走らないうちにね、やっぱりあるし、歩いたって、まあ、10分、15分も歩けば、大抵コンビニ1軒ぐらいは見つかるよ。そう。よっぽど、郊外じゃなければね。まあ、郊外だったら、まあ、歩いて1時間、2時間は無理っていうところもあるよ。あるよ。街に全然ないってところもあるけど、まあ、私が住んでる、まあまあ、田舎の商業地域の、まあまあ、の中では、まあ、15分も歩けば、まあ、1軒2軒はコンビニ、やっぱある。そう。だから、まあ、コンビニに寄らないとか見ないっていうのはちょっと難しい。でも、コンビニに入らないってことはできる。そう。そんなわけで、私の今週じゃなくて来週に限ることでなく、今後の課題として、悪魔城には近づかない。もうこれしかないと思うわ。そう。そんなわけでね、今週の反省会は、もう結果的に、そう、もう言い訳になる、全部言い訳になっちゃったけど、まあね、そもそも近くに悪魔城コンビニがあるのが悪い。立地条件に問題ある。もうそこに近づかないようにするしかない。そんなわけで、今週の、まあこれね、体重こそ落ちてたけど、ちょっと脂肪は増えてて、お太り気味だった気がします。来週は今月のね、目標体重は、1.1 キロなのね。1.1 キロ。なので、1.1 キロを、まあ、来週中ぐらいに下回れればいいなぁと思ってるんですが、まあ、同時ね、脂肪計算をし、まあ、実際の、ね、脂肪数も、まあ、もうちょっと落ちたらいいなと思うんだけど、たださ、体脂肪率のね、私が使ってる体脂肪率系の問題かもしれないけど、まあ、測るたびに、ひどい時はさ、1% ぐらい上下するわけよ。そう。1% ぐらい上下とさ、まあ、さっきのデータじゃないけど、500、600グラムぐらいの、脂肪は、まあ、上下するわけよ。そう。まあ、そうなるとさ、まあ、どれほど正しいかどうかわからないけど、実際のね、計算上の、脂肪量を、ちょっとね、もうちょっと注意して見ていこうかなと思ってます。まあ、そんなわけで、今日の反省会はここまで。また来週。できれば、土曜日に発信。できれば、ごめん、嘘。できれば金曜日に発信したいけど、今日はちょっと遅くなってしまいました。今週はね。そう。そんなわけで、また来週。まこねでした。またね。バイバイ。